最近さ、俺の友達がエイウィッチのクイーンダムっていう曲がめちゃくちゃやべえから聴いてくれってさ、すっげえおすすめしてくんだよね。うるさいぐらいに。なんか他人からのさ、曲のおすすめとかダリーじゃん。だからさ、俺もさ、いいよって突っぱねてたんだけど、その友達曰く、この曲に関してはマジだから、マジ中のマジマジ、プッシュプッシュプッシュバンプーブーンとか言ってさ、なんかプッシュ、まあ曲をおすすめしてくんだよね。その圧がすごすぎてさ、まあなんか顔とか変色してたしさ、すげえなーと思って、なんか分かったよ、そこまで言うなら聞くよって言っちゃったんだよね。だから言っちゃった手前ね、その曲を仕方なくで、本当に仕方なく聞かなくちゃいけない感じになっちゃったんだけど、今日ねその MV が上がってるから YouTube にそれ聞くんですけど、皆さんもよかったら一緒に聞いてってくれないね。なんだよ、仕方ねえな、忙しいんだよ。アスファルトの映像かな、これは。濡れたアスファルトみたいな。静かな始まりだな。エイウィッチさん。ヤスリしたマバリアンソウ、鼻で笑われてたビチュアホウ、死ぬほど憧れたフェンスの向こう、大嫌いだった沖縄 is my home。飛び交うヘリコプター、ここから飛び出したかった、重くしがらむこの島のカルマ、くぐり抜けて開く次のチャプター、ヒストリーを語る的なやつ。 2016 I was 19 months fake ID、 Trap boys が料理するビッグキース、はかりの傍らでしたスタディ、19歳少女が恋したバッボイ、使い方を教えられたトイス、クローゼットに12ゲイショットガン、私のためならヒルクラップ anyone、 刑務所を出たり入ったり、それでも愛し合った二人、アクリル越しに合わせて受話器を大きなお腹に当て、聞かせる声 from daddy、 待ちわびた出生決勝、生まれるベイビー、娘さんか。おい、昔の映像かい。幸せが続きますように。おい、そういうの使われるの。ゲートウェイコート4000ブロックの集合住宅、何者かが男性を銃殺、警察は周辺を封鎖。わあ、ちょっと言い損でた。ちょっとやべえって。約束したじゃん、死ぬほど愛してるなら生きてよ。おい、彼女の過去にぶん殴られて泣きそう。ダディはいるでしょ、いつものように親子で思い出を語る、強くならなきゃ for the both of us。 いつもまっすぐな目で言われたんだ、 I love A which 俺が一番のファンだ。その頃の私はまだ無名、諦めてたステージに立つ夢、やばいそれ。忘れかけていたビジョン、どこ、どういう服それ。数えるミリオン、読み返す幼いリリックを、そのまま引き出しにしまうの。人生は引き返せ何とぞ、チャンスは自分で掴むもの、もう一度書き直すシナリオ、ゴールに向かい進む Let me go。 1、姿勢で稼いでいくマニー、2、美声に宿らせるパワー、3、体に絡みつくリスペクト、フリーダム、 This is my queendom、 クイーンダムの女王、痛みはノーモー、支配するこの理想郷、 It's the queendom、 It's the queendom、 It's the queendom、この後実際に武道館やったんだよね。え？ 1. 姿勢で稼いでくマニー、 2. 美声に宿らせるパワー、 3. 体に絡みつくリスペクト、絡みつく？は？もう憲法じゃん？憲法じゃん？は？はっきり言うとさ、この作品さ、大好き！大好き、マジで。おい、前段のエイウィッチさんの痛みの作文みたいな箇所も含めて好き。え？
痛みを見せた後に体に絡みつくって、この憲法、おいマジで憲法定義してきてる3つ、一辺倒な競技じゃないのがいい、女性の力を誇るのだみたいな、そういう簡単なとこじゃなくて、おい奥行きのある憲法なのがマジでいい。あ、ごめんねごめんね、マジで良すぎて、うわー、これは曲というか記念碑だわ、建国じゃん。だってクイーンダムって言って、この後武道館実際にクイーンダムやったんでしょ。で、ワン、ツー、スリーで競技を3回繰り返して刷り込んで、建国じゃん。建国じゃん。建国じゃん。プッシュ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 。